河原部お好きやもん。引き戸は本職に頼んであります。造園的な好きやあの河原部とそれから助屋門を設けたいと思ってるんですけど、ここをもう大々的に門構えとして大きな門構えにしたいんで、もうブロック積んで基礎からできていこうかなと思ってます。その前にやっぱりこの生垣を全部取って道路側においては人が見ますから、栄養を引き立たせようかなと思ってます。やっぱオリジナル的なスキヤモンにしたいと思って、枠がコンクリート打ち で中に返しての格子とかそういうのは木で、周り片浮くを今度はやっていきます。生コン流し込んで外した時にその形になるわけで、これで片をくっくり、一応こちらの方も基礎ができましたから、だからこれからブロックを8段ぐらいかな。片枠がもう1週間近く同乗して置いたんで、片枠取っちゃいます。こっちは屋根をしたいんで、その片枠を始めます。ここだけちょっとアクセント、この上に瓦を乗せる。造形的に屋根の形を仕上げていこうと。ちょっと傘を見よう。下地は完成です。
これで骨組みができたんで、引き戸は本職に頼んであります。匠さんで、まあ、あの家具職人さんで、私のイメージで頼んであります。まあ、持ってきて枠にはめていくっていう感じですね。引き戸を取り付けて、わざわざ高知から匠を呼んで、家具屋さんに作って、今日ははめ込むようにします。はい、普段は店舗とか住宅の家具ですね。いわゆる本当に作り付けの家具ですね。で、イギリスで仕事があった時に、日本の風の格子とか部屋にということで、あ、お世話になったということで、イギリスまで来てもらって、だから大変だったと思います。で、ここで考えて、またお世話になりご連絡しなきゃと思って、わざわざ来ていただきました。はい。そうですね、それは全てもう工場の中で加工して、ほぼ 90% 完成の状態で持ってきてますので、組み立てるだけです。はい、楽しみに、よろしくお願いします。これはあの線っていう木なんですけど、これ全部虫に食われた跡なんですけど、これ虫食い材って言って、虫に食われたこういうのを割とデザインとして最近使われるようにもなりました。で、昔は割と虫に食われるっていうのはもう商品価値がなかったんですけど、だからこういうちょっとこう変わったデザイン的な使い方をすれば、なかなかこれも面白いのかなっていう。周りを見てると、あのヒノキです。高知県産材の節のない綺麗なヒノキです。あの高温多湿に強いですので、高知で育ちましたから。これは込み線って言いまして、ボンドとか何も使ってないんですけど、この中にこれが刺さってるんですけども、全部差し込んだ状態で見ると、外の柱と中のこのカモイの穴がこれぐらいずれてるんですよ。で、そこにその込み線っていう線を打ち込むと、これがぐーっと無理やりここに入ろうとするから、これが最終的にピチャッとこっちで引き付けられるっていう、これはもう昔からの工法ですね。手焼きで全部作ってきました。ちょっとだけ色のポイントになるかなと思いまして、今見た限りではそんなに1ミリも狂ってないと思うんですけど、もうね、一度縦にこれで入れてみて、それから最後の本当の最後のちょっとした微調整したいと思います。はい、ここに目が持ってる、はいはい、そこでしか入りませんので、これだよ、あのここでしか外れないようになってますから、あの仮に地震とかで揺られても、うん、もうこれ絶対かかりませんので、うわ、これ見てもらったら分かるんですけど、こういう木目ありますよね。この状態で山で生えてる木の状態なんです。で、これをもし逆さまに使うと、この木目がこう上からこう降りてくるんです。で、それは逆木って言って、それは良くないんで、これはもう昔からの風習で、こう下から立った状態で、この横のこのカモイとか敷居っていうのは、あそこが見えますよね、こういう風で、こういう木の根元の方を東もしくは南に向けるっていうのが昔からのやり方です。縁起ですね、日本ならではの風習でしょうね。
なんかいろいろと仕上げてくるんですけどね。で、まあいつらは石組みして植栽を道路から即冬じゃなくしてクッションとして植物を、ここに関しては小積みを積んでいきたいと思ってます。このコバを生かした形で紡ぐ方法をコバと、コバを割れた肌を前に出すという感じです。これが傘になって現場打ちしたんですよ。だからこれを外して前使いましたイビス銀の塗料で瓦と同じように、瓦ここまでつけるのはちょっと重たいかなと思って瓦っぽく塗っちゃいます。で、この部分だけはつなぎで本物の瓦乗っけます。こちらの方もベースボルダー塗ったんで、この上から珪藻土の外壁材を塗ります。窓っていうか空間を開けました。ちょっと荒っぽくちょっと仕上げた感じですね。柄をちょっと後だと入れると思いますけど、やっぱりどうしてもインパクト、あの蔵の用をこの土台だけには入れた方がいいかな。あそこ飛び出てるとこ、あの部分だけ瓦を乗せます今日も、はい。屋根も同じ素材で、でその中に屋根はもっと荒々しくしたいんで、細かい砂利とか木くず付けを入れて塗りたいと思ってます。そうするとなんかちょっと柔らかみのある自然風のようなちょっと屋根になるかなと思ってます。盆袖を仕上げます。蔵と同じ仕上げでぶっかけを。次はあの漬物の床を、こういう石なんですけど、ちょっと時間経過が経ったかなっていうような風合いになるんで、この石を塗っていきます。はい、門の付近もそれで締めるという感じになりますから、完成です。食べ物にポイントをちょっとつけたいなと、で最後の仕上げをやっていこうかなと思って、塀はね、一応これを貼り付けます。お客様の方の壁に使われたこれが余ってたんで、これは張りレンガですね。白じゃちょっと目立ちすぎちゃうんで、瓦と同じようなものでちょっと塗ったやつを使います。
とあと食炭地に砂利を巻いて、化粧砂利を巻いていきます。一応こうして完成です。はい、長くかかりましたけど終了です。はい、現代風通貨造園的な好きなものここはもうあの生垣で植物でなっているぐらいだったんで、季節のお花を植えて、まあ通る方も楽しめるかなという感じで一応